そのぐらいができるぐらいの勉強ができるようになってないと、はい、秋冬でこう、うん、ペースが上げられないんだ。そうするとあの夏の時点でやっぱ基礎が終わってないと厳しいわけですよ。そうですね、うん、夏にやっぱ基礎が終わってる人と終わってない人のこの違いは何なんですかね。武田塾チャンネル。まあ、時期的に、うん、これ、まあ、ちなみに収録6月なんですけれども、はい、まあみんなが気になるであろうって実際質問されてますね、よくっていうネタがあって、はい、何かっていうと、はい、夏の過ごし方。夏、受験の夏。受験の夏。あ、辛いな、うん、まあやっぱいろいろ気になると思うんですよ、はい、その夏どう過ごしたらいいかっていうのをまず今回やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで夏からスタート、まあ、部活とかでね、はい、とかっていう人だと特にこれなりがちかなと思うんですけど、まあ、現役生ですとかですね、あとはね、うん、結構やっぱり予備校とか浪人生で通ってたんだけど、はい、なかなかうまくいかなくてちょっと夏からリスタートしようかなみたいな、はい、いますねこれも、うん、立て直し図りたいとか、いますわ、うん、あとはこうね、受験費用を自分で出さなきゃいけないから春はバイトしてましたみたいな人もたまにいるじゃないですか。いますね、はい、あと仮面浪人とかでね。そうですね、確かにいろいろやっぱりその、ね、さっき言ったように春からスタートしてて、はい、で夏でさ志望校ワンランク下まで間に合えばっていうのはあると思うんだけど、うんうん、そばにでもやっぱ夏からスタートしちゃうとしても、まあ、いるじゃないですか、はい、そうですね、うんうん、まあ、その後はその例えば高2の夏から予備校に、うん、まあ、高2から予備校とか塾予備校通ってて伸びなくてもう一回、うん、例えば国立志望と私立志望スタートとか、うん、なんかもういろんな結構ありますよね。僕も、うん、あの予備校2年間通ってたんですけど、はい、結局ダメだったんで国公立から僕は私立に変えたっていうのは夏でしたね、うん、そうですね、はい、その人たちの目標って何にすればいいのかってことなんですけど、うん、そうですね、だからこれってやっぱりそのなんていうか春からその目標に向けてがっつり3ヶ月ぐらいやってる人と、うん、はい、まあ、絶対的なトータルの勉強量で差はついちゃうじゃないですか、どうしたって。ついちゃいますね、物理的な時間に差があるから、うん、ってなると、まあ、多分ね秋以降のやる勉強っていうのが、はい、必要最低限で多少リスクがあるショートカットになると思うんですよ。そうですね、もうほんと必要なことだけやるみたいなことですよね、うん、そう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 、でそうするためにはどうすればいいかっていうふうになるんですけど、そうすると、うん、あの夏の時点でやっぱ基礎が終わってないと厳しいわけですよ。そうですね、うん、夏にやっぱ基礎が終わってる人と終わってない人のこの違いは何なんですかね、うん、はい、要は基礎が終わってないと、うん、過去問とかでさ決め打ちして出やすいところだけやってっていうことをやるってことがもちろんできる、はい、あのそれで地方合格勝ち取るって手もだってありっちゃありなんですよ、はい、だけど、うん、それしかやらないでケアリスミスで落とした瞬間もうアウトって可能性があるわけじゃないですか。そうですね、もう基礎で落としたらアウトですよね、うん、そうだから、はい、最低限の下地はやっぱり作らなきゃいけないから、うん、夏からスタートする人は志望校ワンランク下までとか終わらなかったとしても基礎だけは終わらせようっていう、うんうん、そこはやっぱ特に入試で一般で使う科目は、はい、絶対そこまでは終わらせてほしいかなとは思うんですよね、うん、ですね、うん、でさらに言うとそのぐらいができるぐらいの勉強ができるようになってないと、はい、秋冬でこう、うん、ペースが上げられないんですよね、うん、そうなんですよね、うん、そうだから、うん、こう、まあ、特に夏からスタートの人はやっぱりその夏で頑張れなかったらもうね、うん、あのその時点で春から始めた人と差がついてるって意識がやっぱりあるんで、うんうん、もうこれ間に合わねえんじゃねえかなとか来年のことを考え出したりとかになっちゃう割と現役生だとあったりするんで、そうですね、うん、夏越えたあたりからそういうちょっと考えがちらほらそう湧いてくると思うんですけどちらほら、はい、まあ、不安になったりとかいろいろ考えたくなっちゃうとは思うんですけど、はい、でも夏からスタートするっていう時にはやっぱりそこで全力で動けるようになっておくっていう、ね、うん、ところとちゃんとやってやっぱりそこでどこまで終わるかで最後の追い上げ時期とかの意識なんだって、うんうん、どこまでやるか変わってくるから、はい、今やるべきこと夏でやるべきことっていうのは、うん、絶対に基礎は仕上げて、うん、ケアレスミスとかの取りこぼしがないような状況を作り上げていくと、うんうん、っていうことをしっかり考えてもらえればと思います ね、 そうですね、はいはい、じゃあここからはちょっとね特に夏だと浪人生と現役生で勉強がちょっと変わると思うんで、 そうですね、そこをちょっと別々に話していこうかと思います。まずは現役生からの話にいきたいと思いますので、はい、お願いします、はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おそう、大学受験のさ対策動画あるじゃないですか、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、ここですね、参考書だけで大学合格 .com っていう本がありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、どこだ、あそこか、はい、で
さらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com。 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それをこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、タケダユキチャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。タケダユキチャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。